様、すごいお腹のっちゃんです。はい、本日シャトーレーゼでアイスクリームを買ってきました。そうですね、まあ、これもうおっちゃんが好きなもうはっきり言って絞りたて牛乳バ、これはですね、税込み367円ね。で、これがチョコミントバ、これも美味しいですよね。チョコのミントの味がして、これも367円。そしてデザートショコボールバニラ、これね、なんかチョコレートがちっちゃい袋ずつ入って、これはね、小腹が空いた時にちょこっと食べたい時、お口の中がちょっと冷やしたい時に食べるようです。これも367円。そしてチョコバッキー、これね、これがね302円。そしてミルクが入った時のまんじゅうアイス、これね3本入りなんですけど、これも302円ですね。これでね、ちょっと今1個ずつ開けてみますね。じゃあまんじゅうちゃんから、ほっ、はい、まんじゅうちゃんは、はい、こんな感じですよ。まあ、これまんじゅうちゃん、次チョコバッキー、はい、こんな感じ。チョコバッキー、これはね6本入りね、302円の6本入りだから、まあ、大体あれですね、1本50円ぐらいですね。で、これはなんか20個入りですね、このチョコ。よいしょ、こんなちっちゃい感じ。これね、これ360円、バニラ味、なんかバニラなんですよね。ちょっと1個食べちゃおうかな、今は。よし、こんな感じ。おいしい。はい、これもチョコミント、やっぱり367円。これは絞りたて牛乳バー、これも300円、これも6本入り。まあ、シャトレーゼなんでね、限定の店なんで、いっぱいあちこちあると思うんで、私のおすすめはね、やっぱりね、この絞りたて牛乳バー、これはね、ミルクの濃厚な味で美味しいです。やっぱりこのね、チョコミント、これはね、大人の味ですよね、大人の大好きですね。これね、永遠の話でやつもなくに、ちょっともらっちゃおう。お、これ、ほらクリームがあって、ね、一口いただけます。あー、うめえ。今生クリーム濃厚。でもちょっとだけもらったんで、これ返しますね、これね。な、このね、プレミアムプリン、あー美味しい。あー、口の中でこのとろける感じ、あー、なんて言うんだろう、こう、もうスーッと体の中がとろけるぞ。まあ、こんな表現わかんないですけど、ね、次、コーヒーゼリーでーす。これはおっちゃんが食べるやつです。よいしょ、コーヒーゼリー、これ上ね、多分生クリームだと思うんだけど、はい、あ、上にね、コーヒーパウダーのあれがかかってから、生クリームはもうコーヒーの味しますね。それでこれ単独でコーヒーゼリー、あ、コーヒーの香りが強い、ちょっと苦味があって、あ、これうまいわ、このクリームと、で、あとこれですね、マスカットブッセ、入れます。中はこんな感じですかね、こんな感じ。ちょっと食べてみます。はーい、こんなゼリー状のあんなのかな、と、マスカットの味します。そしてなんとはこの、ちょっと酸味がきて、その後にマスカットの甘い感じ、多分、あ、甘いですね。酸っぱい系かと思ったら甘い、初めて食べるな、この味な、マスカットの味がして、よくね、マスカットの飴とかあるじゃないですか、そういう感じがする中に、あれはマスカットの味がして甘いんですか、飴は酸味がありますね、そこね、
あ、このペルッと食べる。うん。美味しかった。食べちゃいました。これマンゴーブスですか。これね、永遠の話と言い張る妻がね、食べるって言ったんですけど、ちょっともらっちゃいます。半分もらっちゃうもん。こんな感じ。ちょっと食べてみます。ちょっとね、これ味が分かんなかったと言いながらもうちょい食べちゃう。はい、これはこれちょっとだけ残しておいてあげます。かわいそうなんで。これほら、これも同じように。あ、マンゴーの味だ。マンゴーの中やっぱレモンの味が入ってる。マンゴーの味いいですね。マンゴー、マンゴー、マンゴーは大好きだって。これガンバの歌なんですけどね。うまい。やめられなくなりました。永遠の話と言った妻、ごめんなさい。食べちゃいまーす。プリンだけあげるから。うまっ。今ね、ちょっと気づいたんですけど、食べて気づきました。これ飲み物必要ですね。口の中が変わります。一つ目までは飲み物なしでいけたんですけど、二つ目はついてさっき言って。二十歳と言い張る妻に麦茶入れてもらってまーす。ちょっとごめんなさいね。これすごいお腹のおっちゃんのマイカップ。これね、大きくてすごいんですよ。大量に入るんですよ、これ。350ミリの缶全部入るんで。あー、うまかった。ブレッセ。で、マンゴーとレモン、それぞれね、なかなかいい味してますよ。で、やっぱりこれね、そう、食べ物とアメリカ玉以外で食べる方で初めて食べた感じですね。美味しい。そしてじゃあ、残されたこのコーヒーゼリー、これいただいちゃう。このね、甘いものだけ食べた後にこのコーヒーゼリーのこの苦味がね、なんとも口の中に合う。いい。これはね、甘さがね、口の中一回解消されて、そしてこのね、生クリームとコーヒーの感じがね、またいい。これおすすめくしてもらえない。まず最初に飲み物を用意して、これね、あれですね、甘くない飲み物ですね、これね。お茶、お茶、あったかいお茶でも冷たいお茶でも何でもいいですし、あとはね、紅茶のストレートティーが美味しいかもしれないですね、これね。そして、まずこれをとこれを食べて、飲み物を飲んで、それで最後にコーヒーゼリー。締め。ああ、これうめえや。これ最高。はい、ごちそうさまでした。コーヒーゼリーは生クリームがの上はもう生クリームなんですが、それにコーヒーのパウダーかかってるんで、食べた瞬間にコーヒーゼリーのコーヒーの味がして、で、下のコーヒーゼリーは多少苦味があって、さっぱり美味しいですね。口の中に後味が残らずスッと感じで美味しかったです。両方とも本当はね、永遠の話とが食べるプリンをね、後でまた少しもらおうと思いますが、今日とりあえずこれでごちそうさまでした。